今回はですね、第1回目ということで、僕らのパーソナリティを分かってもらうべく、きちんと自己紹介から始めてみよう。自己紹介からですかもうね、初めてですよ、こんなにね、ちゃんとした感じに。自己紹介からですか自己紹介ですよ。わかりました。えー、名前は宮野守と。さっきも聞きました。さっきも聞きました。自己紹介からって言うから、 いや、僕もね、きちんと番組進行していかなきゃいけないという義務感にかられてね。わかりました。僕は言いたくて言ってるわけ言いたくてあ、でも、あえて責めてるわけありがたいですよ。どん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 、責めてください。うん。なるほど。よー、いいね。いいテンションだね。はい。どんどん責めてくださいうんなよーいいねいいテンションだねはいどんどん責めてくださいどんどん来てください。どんどん来てください。いくら深夜でも君ちょっと最初からそれはやばいよ。何が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 どんどん責めてください違う違う。これやばいよ。君のパーソナリティが分かりすぎちゃう。何何をとりあえずじゃあ次は、 年齢から言ってみようか。僕23歳です。今年、年男です。うん。何年なのかなイノシシです。はい。え、出身地は埼玉県です。うん、いいね。何微妙ですかいやいや別に。みんな埼玉バカにしました今。いやいや、俺埼玉住んでたもん。本当ですか前にね。うん。何もないですよね。何、な何もないですよねって何が埼玉県に何もない。何を言ってるんだよ。君そんなこと言っちゃいけない。埼玉いいとこですよ。うん。 大宮とか。<laughs> そこだけ <laughs> そこだけ行った今。大宮とか、うん、ソニックシティとか。大宮ばっかりじゃないから。<笑><笑>いいから。<laughs> 大宮の丸いです使いました、僕。ああ、そうなんだ。<laughs> どんな仕事が今多いですかね僕ですか、うんえと。結構声優のお仕事を、はい いっぱいやらせていただいてるんですけども、はいはい。その間でですね、僕、あの、演劇ユニットなるものも組んでおりましてですね。演劇ユニットはい。え舞台の方も結構いっぱいやってます。なるほど。はい。劇団ひまわり。はい、劇団ひまわりです。に所属しつつ、他のユニットも。はい、内緒で組んでいる内緒じゃない。内緒じゃないちゃんと言ってある。マネジャーの言う。言ってある。大丈夫ですよ、皆さん。それは何人組のユニットなのこれはですね、うん。あのー、 二人組なんですよ。一、うん、回目の時に仲間は結構集めて、初回公演をやったんですけど、うん。仲間がいなくなって二人になった。違う違うもともと二人でやろうって言って、うん、で、まあ、でも芝居やるっていう時には仲間が必要だっていうので、うん、テニスの王子様のミュージカルとかに出てたんで、うん、一緒に出てた子たちと一緒に組んで、第一回公演はやってですね。うん、で、二回公演はですね、えもともと組んだ二人でやってみたいということで、二人公演、二人芝居を。 うんこの間やりました。なるほど。はい。<laughs> 他の仲間を気にしてた違、ね。違います違いますいうわけではない。ちょっと 僕を嫌な人にしようとしてませんか <laughs> 僕もう始まっていきなりもう汗ダクダクなんですけど <laughs> 大丈夫ですかこれ。<laughs> いいんじゃないのそれぐらいで、ね。じゃあ今度は、はい、ユーサーの。<laughs> それね、いまいちね、流れを壊す気がするんだけどさ。<laughs> もう、マモって呼んじゃう。<laughs> <laughs> いいですよ。<laughs> うんうん、ユーサーの <laughs> <laughs> お、お願いします <laughs>、はい。はい、名前はユーサーコーです。これ本名なんですね。あ,あ、そうなよ,よくね、芸名ですかって聞かれるんだけど。 珍しいですよね、苗字。え、年齢がですね、38歳でございまして。お、お兄様。<laughs> お兄様です。はい。うん。誕生日は何月 ?6 月です。あ、6月なんだ。はい。あはははは。何かもしかして何かいや、じゃあ歳1歳くれるってことか。いや、何もくれないよ。<laughs> <laughs> あ、番組からね、あの、なんか食べ残したお菓子くらい出るかもしれないけど。<laughs> DS のソフトが欲しいです。DS <laughs> 何言ってんだこの,この番組にはいろんなスポンサーがついてるんだよちょっと君が「ください」って言えばもらえるよきっと <laughs> また僕がやらしい人間になってきちゃったのでいつもの通りに言えばもらえるよこらこらいつもの通りってなんだ <laughs> の,の通り、うん、出身地は、うん、僕ね京都府出身なんです、ね、あそうなんですかはい おいでやすですね。君も偏ってるね。埼玉といえば大宮。京都といえばおいでやす。まあ間違ってはいないけど、それが全てではない。あ、そうなんですかまあでもね、18歳、19歳まで京都にいて、こっちに出てきたんで、もう、ほぼ、え同じ年数ぐらいこっちに来ちゃってますね。じゃあ、同期ですね。何言って何、同期って。大丈夫上がってる <laughs> 上がってるの厳しい。とりあえず何か喋んなきゃというのが働きました、今。あなるほどね。これ <laughs> <laughs> ね、<laughs> 適当な愛の手はね、すごい厳しい。<laughs> <laughs> <laughs> まあその辺もね、徐々にこの番組を通じて君を大人にしていこうと。はい。君は大人の汚いところを。<laughs> 汚いところを学んでいくんですか学んでいってほしい。いしい違いますよ。三国志のいいところをいっぱい言っていくんですよ、この番組。いや、三国志のいいところ。いや、それもいろいろあるじゃない三国志のいいところって。<laughs> うん、それ、何が正義か、<laughs> 人によって違うわけじゃない。みんなだって自分のことが正義だと思って,いてるわけだよ。だって。そうです,うです、うん。ね。だから、君もだから自分の正義を貫いてもいいんだけれども。<laughs> はい。 でも厳しい相の手はやめて。わかりました。わかりました。これを厳しく罰していくから。返しやすいことだけ。ことだけを目指して喋ります。そうですね。もううん。三国志三国志あ、三国志ね。どんな、どんな三国志に触れてきました僕もね、そんなにね、詳しい方ではないのまあ38年も生きてるんで、行くたびかはね、三国志みたいなところに触れることはあるわ。テレビとかで見て。一番最初にでも見たのは、あの、某、 え、公共放送ま、ま、NHK ですよ。NHK の人形劇ですね。おただね、あの、続けて見られないから、途中で話が飛んじゃうとね、全然わかんないよね。この人誰だろうっていう。そういう弱点はあったね。だから、だからそこまで詳しくなかったんだけど。そうか。ま、今回番組初めにやっこれじゃあこれを。いろいろ勉強して。通して。ゆささんもじゃあ、うん。三国志を。大人になっていこうか。 大きくなっていこうかな汚いもうどん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 。僕はもう汚れちゃってる。ほらそんなことない。ないぞ。ということでですね。え、三国志に関する意見などございましたらですね。え、どんどん番組宛てにお寄せいただければと思います。はい。随時ね、いいおはがきがございまして、おはがきって言っちゃうんだよね。これね、またね。今メールなんだよ。メールで。ここら辺がね、世代間のギャップなのに。何人をバカにしたよ、鍋で見て見てない宮野くんはいつもそうだ。 <laughs> えー、番組宛てにお便りいただけたらと思いますので、<laughs> よろしくお願いいたします。お願いします。